もこんにちは、フーガです。今回はね、何でしたっけ、狂乱の巨人をやってみたいと思います。多分ね、猫缶使うことになっちゃうと思いますけど、ちょっとこれ逃すとまた1ヶ月後になっちゃうと思ったんで、まあ、急いで動画を撮ろうという魂胆です。はい、では狂乱の巨人攻略やっていきたいと思います。攻略とか見たんですけど、結構運任せとか聞いたんで不安ですね。不安っちゃ不安ですけど、で布陣はどうしようかなと考えたんですけど、こんな感じでいいですかね。はいはい、推奨、まあいいやとりあえず僕の布陣でやっていきたいと思います。で不安なんで猫本猫本つけておきます。はい、じゃあ我を忘れた猫超激ムズやっていきたいと思います。いやー緊張するなできればこれで壁に耐えつつだから、まずこれに耐えてと思ったんですけど、リスさんが意外と強い常に1万円はキープしておかないといけないということなので、どうしましょうかちょっとやばいですね。黒い敵をどうにかして倒してお金をゲットしないと、まだ1万円いけませんからね。僕を受けてお金貯めましょう。天空の猫は結構キーポイントになるらしいですよ。テク猫はこれを算しておいた方がいいかと。これはでも安いな。よし、1万円いきましたね。まあ1万円いってからといってピークしないといいんだな、意味ないので、ここら辺出していきましょう。はい、ちょっとここら辺で頑張ってもらって、いつ来るかな、いつ来るかな、これが出しとかないと。きたーかっこいい、いけ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 、ジャンプだけ、ジャンプの量産がないと。強いね、やべえやべえ、なんかいけるんじゃん。天空だな、天空をやりましょう。ジャンナーをおとなしくしといてもらって、あんなにいけんじゃん。波動が出るのあれか、ガンダムか、なんだその強いの。あ、やばいこいつは強え。うわー、ムートがくそ、どういうことだ。ムートが待つで、何の力が半端ない。本当に運任せだな。でも波動が出るか出ないかでだいぶ違う。削れ、削るんだ。キングドラとジャンの頑張りをござる。ジェンの頑張りを違って、あー、ジャランが届かない。削るのに行ってしまうな。いけ、削れ。ヘッコカン使ってもこちたいから削りましょう。あー、ジャルメやめましょう。ジャルメつく前に寝られます。あれ出してるんですけど、ね、お、いいね、当たった。抜け出したもでかいかな。いやー遅い、遅くない攻撃になってる。波動出るな。波動出るな。やべえ。あー、ジャンプ出しちゃった。間違えた。波動出るな。これはでも本当にうまくてさ、あれが出るか出ないかで、だいぶ違う。やばい。これは、波動出るな。やめろ、できれば一
本気でやりたいが無理そうかな。仲間が出たら一緒だって。やばい。ミュートさん。当たれてる。当たってない。さあゴリさん。さあゴリさん。抜けずらせろ抜けずらせろ。じゃらみじゃらみじゃる。ダメだ。ダメだ。ダメだった。すみません。82。全然食らってない。行きましょう。強い。とりあえずは天空の猫を、いやー30巻で 20% 減ったか。多分猫巻残り500個になるまでクリアしたいと思います。もうこれは攻略動画でも何でもありませんから。天空の猫で押してましたね。うわミュートさんの攻撃が当たるだけに2本も食らうのか。くっそ。さて体力はどれくらい減ったでしょうか。よしだいぶ減った。 30% 減った。次で最後かな。いけるかな。はい、じゃあ行きましょう。やめましょう。ちょっと 1% ってなんだよ。倒すだろう。くっそ。この猫感がすごい無駄な気がする。一瞬で倒せるじゃん。一瞬で倒せるじゃん。一瞬で倒せるじゃん。一瞬でいけるじゃん。よし攻めろ。よっしゃ来た。よっしゃ来た。はい、ということでこっからは、まあ、見てるだけのなります。はい、まあこれで我を忘れた猫クリアなんですけど、まあ問題はこの狂乱のね強さですよね。まずジャンボが強いかどうかが分かんないのと、それとこの動画は攻略動画ではありませんので、すごく参考になりません。まあほぼほぼ運ですね。はい、まあ、こうなります。看板もすねられてます。きたー。これで狂乱は3匹目かな4匹目か。 UFO がいるんであんま使ってないですけど、あ、入れればよかった。 UFO をね入れればよかったね。ね、どこかね。狂乱激レアだった。狂乱で狂乱の巨人猫、超絶破壊力強靭な、これこっち側についても超遠距離攻撃だから、あの波動を使えることができるんだ。すごいすごい運任せなキャラクターだな。あと必要 XP がすごい高い。今足りないよね。どう見てもマックスいけない。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。狂乱ね、簡単に勝てるコツなんかありましたら教えてください。多分焦りすぎて出しまくるのがダメだと思うんですけど、まあコメントなのでこの狂乱使えるのかなってコメントしてくれたら嬉しいです。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。